おはようございます。今日は、2週間、3週間前ですかね、紹介した梨ヶ原川の金目上池下池がこちら側になります。で、その印があった梨ヶ原四島三角点を目指して歩いていきたいと思います。この山道を小さな渓谷ですか、これは水はちょろちょろ流れてます。この流れに沿って上がっていく感じですね。なんか杭が売ってます。砂防、砂防指定地域兵庫県、砂防の、まあ、歩きやすい登山道というわけではないんですけども、まあ、誰かがこうやって印はつけてくれてるし、まあ、人が歩いた跡があるんで、まあ、このまま進んでいって頂上まで行ってみたいと思います。結構な急角度を登ってきました。今からちょっと岩場っていうほどの岩ではないんですけど、岩を登ります。よいしょ。まだここから尾根みたい、尾根までは長いみたいですね。そこに赤い印があります。ちょっとここら辺険しかったんですけど、まあなんとか木につかまりながら登ってきて、この目印の赤いテープを見つけました。これからまた少し登ってきます。この目印がありまして、あそこにまた目印をつけてくれています。裏白の中を進んでいきたいと思います。わ、目印があります。よいしょ、ちょっとお見苦しい映像になったかもしれませんが、その辺はご勘弁をください。はい、裏白の密集地帯を通り過ぎて、少しこれで空が見えてるんで、あそこまで行くと尾根だと思います。もうちょっと頑張って進みたいと思います。あそこ尾根ですね。はい、尾根に出てきました。これから尾根伝いに、南かなの方へ印がありますね。杭もあります。歩いて行って三角点を探したいと思います。先ほど梨ヶ原川の方から上がってきた交差点がそこです。僕はちょっと左に向こうに行きかけおったんですけど、地図で見たらこっちですね。ちょうどあの開いたとこかなだと思います。多分
そのままちょっと歩んでいきたいと思います。まあ今回ちょっと険しかったんですけどね、誰かが印をつけてくれてたんで、すごい助かりました。自分で登ってたらもっともっと時間かかってたと思うし、もう途中でもうええかなみたいな感じになってたかもしれませんけども、先にこういうふうなことをしてくれてる人がいるっていうことがありがたいことで、まあ、ただただ僕はその先に行ってくれた人がレールの上歩いてるだけなんで、さささっと見つけたりとかもできますけど、それがなかったら本当にもっともっと時間もかかってるし、そういうことを考えたらその人たちの努力をちゃんとこういろんな形で証明せなあかんなって思います。それでは三角点を探してみたいと思います。那須ヶ原の頂上で、三角点です。はい、ここがゴールです。ちょっと見つけにくい場所にあったんですけどね、これまあ後で写真を撮るとして、こちら側はずっと、まあ、木が覆われとって展望がちょっと見にくいんですけど、ちょっと歩いて行ってみたいと思います。頂上のおだだだだだ、こちらちょっと開けてますね。はい、三石の方だと思います。三石とか国道2号線がね、多分この谷を通ってると思うんですね。でここで国道2号線です。でこちら側は三角点からこちらに、ここは開いとうかな。ちょっとこういうふうな感じで、ちょっと視界が悪いですけども、こういうふうな位置にあります。